先生です。半間陽先生の FX の投資手法です。これはね、今この通貨の投資中なんですけども、これ1週間前からのこの通貨国10個ですね、の変化を見てます。それで0から見てですね、プラス何パーセント変化してるかということで、この広がりを見て、このパーセンテージですね、からプラスに行ってたら、ね、買いをするわけですね、通学。マイナスに行ってたら売りにするんです。で、このようにライブで投資しております。実際の利益はね、1300ね、今日ですね、ターミナルとこのようにですね、このように投資するんですね。1316円17円投資してるね、勝ちですね。でこのように1週間前の、順方向のね、方向を全部見て投資してます。これね、10カ国全部なんですけども、これが、このね、1週間前始めて、こう、いろんな通貨国、こんな変化になってるんですね。だから、この方向に動いていくんじゃないかって、全体がね。そう見て稼ぐ投資方法ですね。簡単な鞘方式だけど、2つじゃなくて10個ですね。これが半間陽先生の投資方法の一つですね。どんどん離れていくわけですよ。で1週間前からの変化ね、そして1週間後どうなるかですね。で非常に投資しやすいんですね。まあ、スープ飲んでるんですけど、ね、じゃがいものスープで、半間先生の FX の複合鞘投資といいます。複合鞘投資ですね。この通貨国ね、ずっとこう1週間前なんですけど、データがね、パラメーター見ますとこうね、3日から10日までの間ですね。で、通貨国を選択してるわけですけどね。この通貨国で、ね、投資してまして、これは4時間足ですね。それで実際にこれで投資してみて、その順方向に流れる通貨国を全部10個ね、やってるわけです。簡単でしょ。これはライブ投資ですけどね、もうちょっと慣れたら資金を上げて投資していこうと思ってますけども、どうですかこの方式は。また1週間経ったらね、1週間の状況を見て投資する。リピートなってる音は今のはいい音なんです。プラスに稼いでますね。そうそう、これは稼いでる方向ですねの音なんです。この投資方法はものすごくいい方法ですよ。
マイナスではね、1123円まで落ちてます。初めてからね。でもう1542円です。これ、1万ドル投資ですから、ね、100万ぐらいですね。動かしてるんですけど、もうちょっとね、上げればいいわけね。できたらもうちょっと上げて、こういうような投資方法をいつもするわけですね。負けることもありますけどね。これはもう非常にいつでもできるっていうんですよね。で、これね、こういう風に引き締まってるものをね、調べるんですね。何十個もありますから、うまくね、吐くやつね。これを見ます。相関関数というのがありましてね、サヤトルフと同じですね。相関関数がやっぱり高いのを選ぶんですね、数カ国で。ね、もう1860いくら上がってますね。ここで昼飯食えちゃうね、晩飯。もう2000円だから、2000円で晩飯食えちゃいますね。これで寿司食べれられますよ、ね。ただ試験だけどね、結構2万ぐらいで一桁多くするんですけどね、数字はね。1週間後どうでしょうかね。これね、1週間はもっと怖いからね、この家使ってるんですけども、公開します。もうちょっと竹を見にしていましょう。2万ぐらい上がるかもしれないですね。この家なんですね。で、これが今5000円だから、これ2万5000円ぐらいにしておきましょうね。こういうね、ね、リセットされました、されちゃいますけど、ただこんな感じですね。こんな感じですね。ちょっとリセットされちゃいました、ね。スタートがね、1285円ですね。マイナスだとこう超えようとするんですよ。ね。これですね、この投資ですね。これ需要方向ですよ、ね。これプラスになってる方向に、は、買い。マイナスだったら、ね、こっから、ここの間のね、合わせてるんですね。成長率もです。これマイナスになってるね。この記載の、今立ち上げちゃったんでね。2万5000の利益。を取ったらね、利益分数がね、
か1週間の仕込みです。デートレイじゃないですね、1週間ですね。落ちてきますよね。まあこれ1週間楽しみですね。でうまくやったらこの100倍の資金とかいうのもできますから、だいたい10倍だと5万あればいいでしょ。100倍だと20万稼ぐような感じだと週にね、初めもあるんで半分見てって10万でしょうね。いや1万の10万だから5万でしょうね。100倍でもね50万必要ですね。で通貨庫移動なんで中和するんでね、そんなに負け越すことはないんですね。たくさんせいぜい稼ぐ分ぐらいですね。これがハンマー岩先生の FX のさや取引です。符号さや取引。これはね、このグラフってここ書いてある、この設定でね、通貨庫いろいろありますから、ね、ナスダックも株もありますし、金銀もありますしね、いろんなものが通貨庫は選択できます。で通貨庫以外ね、これで選んで、投資するわけですね。例えばね、これでやってみるとしますでしょ。これで1年で見てみましょうか。例で見て、これは1年前からですね。こういう変化なんですね。これは全部プラスだから、これ全部ね、こうは始めた時はゼロですけど、全部プラスね。だからこれ全部プラスにするのね。全部プラスで。で、これは1年間だから1年間を置いとく。ね、全体の変化だからね、ここら辺の力こそは大きいから、この時にはすごく食べ込みますね。だからそんなにいいもんじゃないね。ちょっとあんまりやめときましょう、ね。他になんか見てて単純にね、通貨でね、こう上の分だけ全部選んでみるんですよ。それでね、まあ習慣で見ますね。こうね、こんな感じなんですね。そうですね、1年前からこういう開きですよと。で、こっからこう戻っていくのもありますでしょ。だからこれも難しいですね。だけど真ん中がこうでしょ。
で、これ1週間で見ると、8月でしょ、だから3日ですね。あ、そうだ、これがね、あれだからダメなの、これですね。1週間で見てみましょう。4時間足ですね。単純でしょ。うん、そうですよ。1週間でこんな変化ですよと。1週間でこんな上がっちゃってまたこう戻ってますよと。あそこ難しいですね。あれちょっと難しいね。大体どうやって見るかと言いますね。よく8月1年間で見て、1年前から見るんですね。全然ね、1年前はこうだからね。これ縮まる場合があるんですね。ここを縮まってるようにね。だからこれを中心にして今度は逆に突出する場合もあるんですよね。これ全部縮まってくる可能性があるよということですね。これはちょっと難しいですね。で、こっちの取引成績は、まあ、今のところ1000ですね、これはね。この10個のチェック。この10個の通貨ですね。だいぶ取ってきたね。どうかな。
まあそういうことで。